こんにちは、速稼塾のコブです。今回ですね、月収プラス10万円を作っていく方法の第一歩についてお話していこうかと思います。まあいきなり月収プラス10万を狙うと挫折することが多いんで、まずは3000円ぐらいから作ってみませんか。今日はですね、画面を切り替えていただいて A8 ネットというね、懐かしいサイト、こちらの方に、画面を映していこうかと思います。ではこちらをご覧ください。はい、A8 ネットというとアフィリエイトサービスプロバイダーと言われている、まあ類のですね、業者さんなんですけども、こちら今画面が見えてると思いますが、まあ細かい数字がね、いろいろ並んでるとめんどくさいと思いますんで、右上のセルフバックというところをね、クリックしますね。はい、皆さんも A8 ネットで検索して、 A8 ネットのね、サイトに行ったらセルフバックをクリックしてみてください。そうするとですね、ここにですね、様々な広告が出てまいります。心配しなくても1円もかかりません。でもあなたに数千円から数万円が毎月毎月入ってくるんですよね。で、この使い方に慣れていけば月収プラス10万円は作れていくということになります。まあでもね、月収プラス10万と気負わずに、まずはコンスタントに毎月5000円が作れるかなっていうことを考えていけばいいと思います。一番最初に私がお勧めするのは、こちらの検索バーにですね、ペイペイと打つことです。そしてこれを検索してください。そうするとですね、こちらに永年会員料無料ペイペイカードってものができます。今 YJ カード、ヤフージャパンのカードをお持ちの方っていると思うんですよ。私も持ってるんですけどね、実はこのヤフージャパンのカードがどうもね、廃止になってペイペイカードに移行されるらしいんですよね。で、これは自動的に移行されます。で、私の場合はペイペイカードを一歩先に欲しいので、こちらの A8 ネットからね、申し込もうかと思うんですが、新規カードを発券するとなんとね、3600円もらえそうなんですよ。ちょっと詳細を見るをクリックしてみますね。はい、そうするとこういった条件が書いてます。まあここを細かく見ていただければいいんですけども、まあカードを作ると3600円もらえるって話なんですよね。その他ちょっとこぼれ話なんですけども、左の方に視点を移していただくと、カードを作ると5050円もらえたり、それから5500円もらえたりするっていう、そんなコースもあるんですよね。まあセルフバックを行うをちょっとクリックしてみますね。はい、そうするとこんな画面が出てきます。 PayPay カードの公式サイトですよね。通常 A8 ネットってものを使わなければ、ほとんどの方がいきなりこの PayPay カードの画面に移ると思います。そうすると新規入会して、まあ3回ぐらい利用すると合計で7000円がもらえるらしいんですよね。まあ7000円相当のペイペイボーナスですんで、正確には7000円分の買い物ができるペイペイボーナスということになります。まあ現金とほぼ変わりません。で、ここに書いてあるんですけども、ペイペイカードを新規発行すると2000円相当のポイント、それからこちらの方に5000円相当のポイントで合計7000らしいんですけども、さっきね、私がクリックしたところによると、新規カード発券で3600円もらえるって書いてるじゃないですか。ここの3600円をもらった上に、こちらの方から7000円って解釈できますよね。ということなんで、ダブルで美味しいんで、私はこちらの方をね、両方とももらっていこうかなと思って、セルフワークを行うから進んだ、この、PayPay カード公式サイトから、カードをね、申し込んでみようかと思います。いかがですか?これで、まずは、月にプラス5000円ぐらいは、できたのかなっていうところでございます。はい、その他ですね、この A8 ネットには様々なポイントがついてます。様々なポイントってのはペイペイポイントじゃないですよ。様々な利点があるってことですよね。まあ、ですんでね、まあ月に1回か2回でいいんで、この A8 ネットにアクセスしていただいて、3000円や5000円や中には1万2万の案件にトライしていただければいいんじゃないかなと思います。またですね、新年になりましたら、この A8 ネットを徹底的に使い倒すコーナーとか、それからね、ポイントサイトのモッピー、こちらも超おすすめなんですけども、私ね、去年ね、これ2ヶ月で30万稼いだわけなんですよ。で、こういったモッピーのポイントサイトの使い方とかね、それからおなじみの最近まだまだキャンペーンが続いてる、みんなの銀行、ね、みんなの銀行という、まあ、ブラックの方でも銀行口座がどしどし作れちゃうというね、そういった
スマホアプリ系の銀行口座ですけども、こちらの方3点セットで皆様にお届けしていこうかと思います。まあ、とりあえず今回はPayPayカードの方を申し込んでいただいて、 A8 ネットから3500円、 PayPayカードの方から2000円プラス5000円、合計1万500円を狙ってみてはいかがでしょうかということになります。このね、3500円と2000円プラス5000円、どれが重複してどれが重複しないのか今のところまだわからないんですけども、でも最大で1万500円と思っておけばいいのかなと思います。でもまあ最低でも3500円はもらえそうですね。いやいや7000円かな。うん、まあ、どちらにしてもカードを作るだけでお金がもらえちゃうと。しかもですね、これ大きな声で言っていいのかな、このPayPayカードね、結構誰でも作れますよ。やってみてください。それじゃあ今回は以上です。はい、ちなみになんですけどもね、 A8 ネットにアカウントを作る際はこちらの動画を見てください。概要欄に URL 貼っときますけども、このアフィリエイトを始めるなら A8 ネット、こちらをクリックしてね、進んでいただければと思います。右上に会員登録するという、そういったタブがありますので、ここをクリックしてあなたのアカウントを作って、そして A8 ネットでガンガン稼いでください。まあ、私はね、年間100万円を3年間以上ここで稼いで300万円以上自己アフィリエイトだけで作りました。皆さんもできるはずです。そして私もね、2022年はこの A8 ネットの使い方を速稼塾の中でね、どんどん紹介していこうかと思います。まあ、久しぶりなんでね、ちょっと気合が入りますね。合わせてポイントサイトモッピーの方もよろしくお願いします。それでは。